はい、というわけで皆さんおはようございます。本日はここ横浜駅に来ています。いや、ちょっとね、最近僕首都圏の撮影ばっかりで全然新幹線乗ってないので、めちゃくちゃ新幹線に乗りたい。新幹線に乗りたいあ、乗りたい乗りたい乗りたい。うわー、1日乗ってないだけで手の震えが止まらねえ。というわけで皆さんに質問なんですが、この横浜駅から新幹線に乗るとなると、まあ大体思いつくのが東海道新幹線の新横浜駅です。この横浜から新横浜までの移動、皆さんはどのようなルートで行かれますでしょうか。横浜から新横浜って一見すると結構近いようにも思えます。で、大体新横浜まで移動するとなると、ここからまあ2つのルートが思いつくわけですね。横浜駅から新横浜、同じ横浜なので距離的には近いんですが、2つのルート、そのルートによって大きく利便性が異なるわけです。さあ、久しぶりの新幹線に乗るべく、まずは一つ目のルート、これ JR 線に乗って新横浜まで行きたいと思います。いや、乗車するのはまさにこれ横浜線の文字があります。まあ、真っ先にこの横浜駅から新横浜に行くんだったら、この横浜線、路線名に横浜って入ってるぐらいですからね。しかもちゃんと新横浜の文字も表記してあります。横浜線に乗車をして新横浜へ。早速これ上り列車がやってきましたけれども、これやってきたのはなんと横浜線、黄緑色の電車ではなく京浜東北線の電車でした。これちょっとね、今乗っちゃったんで分かりませんけれども、これ快速大宮行きってのがやってきました。そう、これ確かに横浜から八王子とか橋本行きの横浜線があればいいんですが、ただ基本的にこの横浜から一つ東側の東神奈川駅と横浜の間は京浜東北線、それから横浜線の両方が乗り入れてるんで、京浜東北線とそれから横浜線の電車の両方がやってくるわけなんです。ほら、こういう風に見ていただくと、ちょうど東神奈川まで黄緑とそれから水色の2つのラインが描かれているのがよくわかりますね。おー、そして京急のブルースカイとすれ違いですよ。なかなか珍しいんで、今日はもしかしたらいいことがあるのかも。さあ、横浜を出発して一つお隣、東隣の東神奈川駅に到着です。これは京浜東北線の大宮行きなので、東神奈川で下車しないと鶴見とか川崎の方行っちゃいますからね。危ない危ない。そう、こんな感じで日中はここ大宮方面に行く京浜東北線、それから八王子方面に向かう横浜線の2つの路線の電車が乗り入れているんで、まあ、横浜線といえどやってきた電車が京浜東北線の場合は、まあ、一旦乗車をしてこの東神奈川駅で乗り換えないといけないわけですね。路線図でパッと見るとそれは横浜線で1本で行けそうですけれども、実際は京浜東北線の本数も多いので、約半分ぐらいの確率でこの駅で乗り換えを強いられてしまいます。この東神奈川駅、2面4線で線路は4本、内側にこんな感じで横浜線が停車をしているんですが、この横浜線の正式な区間、実は八王子からこの東神奈川駅までなわけですよ。横浜って名乗っときながら横浜駅に行かない詐欺路線。実際この東神奈川から先、横浜までの区間は京浜東北線、そして横浜から先磯子の方まで行く列車も一部ありますけど、そういった列車は根岸線に直通をするといった形が取られているわけですね。まあ、日中朝晩問わず結構横浜線の電車は京浜東北線の方直通しているんで、ほら反対側の方、ホームドアは京浜東北線の水色ですけれども、でも緑色の電車が来ましたからね。京浜東北線の両数は皆さんもご存知の通り10両ですが、横浜線はそれよりもちょっと少ない8両編成なので、京浜東北線のホームドアがついているこの10両編成の方には停車をしないといった形が取られているわけですね。しかもこれ一旦新横浜駅の横浜方面に向かうこの横浜線の時刻表をご覧いただきたいんですが、これよく見ていただくと全体の約 30% ぐらいの列車が途中この東神奈川止まりとなっているわけです。他の列車は、まあ、その桜木町だったりとか磯子の方まで行くんですが、それ以外のその 30% の電車に当たってしまった場合は、まあ、仮に新横浜で新幹線降りて横浜に向かう場合、この東神奈川で一旦降りて乗り換えないといけないっていう結構な、ね、面倒を強いられてしまうわけですよ。横浜から新横浜までは東神奈川、大口、菊名と途中停車駅は3つなのにもかかわらず、この乗り換えがあるせいで結構新横浜までの時間、所要時間は長く感じるわけですね。
しかもこれ列車にもよるんですが、横浜線のホームは内側の2番線3番線で、京浜東北線が4番線に到着をして、この向こう側の階段を上ってこっちの2番線の方にやってきて乗り換えないといけない、まあ、つまりはこれ対面乗り換えではなく、一旦階段跨線橋を上がってで乗り換えないといけない、こういった可能性もね存在するわけなので、結構横浜から新横浜まで JR で移動するってなると割と所要時間というか面倒を強いられてしまう場合が多いわけですね。さあこれ新横浜方面の横浜線に乗車をして、ここでポイントをくねくねと分岐、今走行している線路が横浜線の線路で、その右側にある2つの線路が京浜東北線の線路、横浜駅から東神奈川までは京浜東北線の線路を借りる形 で東神奈川を出発するとようやく横浜線の線路へと転線を果たすわけですね。一体なんでこんなことになっているのか、また東神奈川行きの列車が多いのかというと、まあ、これ横浜駅先ほどご覧いただきましたけれども、横浜駅の京浜東北線の線路が上り下りで1本ずつしかないわけです。でその中にあの根岸線の直通とかこの横浜線の直通列車がぶち込まれるわけなんで、まあそんなところであの列車を折り返すこともできないし、もう時間に余裕がないわけですね、まあ、なのでここら辺で折り返し設備のある東神奈川駅とか、それから桜木町駅なんかが始発着の列車が数多く設定されていると、まあ、その証拠にこの京浜東北線とか横浜線で横浜駅を始発着とする列車って意外にも存在していませんよね。さあそしてここで横浜線の線路が大きくオーバーパス、これ向こうに抜けてったのがさっきの京浜東北線とか東海道本線なんかの線路ですね。まあでも確かに現在の横浜駅をご覧いただくと、その京浜東北線の上下のホーム、島式ホームの左右、まあ、京急のホームがあったりとか、それから JR の在来線ホームがたくさんね立ち並んでいますから、そこにまあ新しくねプラス2本ぐらいの折り返し設備を設ける余裕なんぞなかったんでしょうね。まあ、今でこそ一番端っこの横須賀線のね横浜駅のホームとかは結構大きくスペース取られていますけれども、まあそこももともと東急東横線の地上線のホームがあったところに横須賀線のホームとかを足したというか、そのあった場所に作ったわけなんで、元からそんなにね幅はなかったので、まあ仕方なく東神奈川駅にターミナルが設けられることになったんでしょうね。この横浜線の前身となった横浜鉄道という鉄道会社は、いや、 やっぱり当初はその現在の横浜駅もうちょっと西側の方に線路を伸ばしてターミナルを構える計画もあったんですが、やっぱりこの新橋横浜っていう区間は日本で初めて鉄道が開業した土地でもあるので、幅がもう当時から用地のスペースが少なかったんでしょう。お、そしてここで気になる点、トンネル、単線のトンネルが2つ存在をしているわけですね。これ普通に考えて線路2本通ってるんだったら2本くっつけて、でトンネルを1個掘ればいいのに、なんかねこう1つずつで分かれているんですね。これは横浜線の歴史大きく関係してて、だいたいこれ横浜線は最初単線で開業したわけですね。もともと八王子とか山梨の方で生産される生糸を当時の港ですね、栄えていた横浜の方に持ってこようぜっていうので横浜鉄道によって単線で開業で、そこから需要が拡大してって複線化しようぜってなって、で途中から1本から2本にしたので仕方なくああいった形でトンネルが2個つけられているといった形が取られているんです。なので上り線下り線のうちどっちか片っぽはその新しい1960年とか70年とかに複線化された時の線路ということになります。さあ途中大口菊名、そして次はいよいよ新横浜駅。まとめるとこれ横浜から新横浜まで JR 線で移動するってなると結構これね運ゲー要素が多くてね、もうもはやガチャなわけですよ。まあ、例えば横浜線の日中運転している快速列車が来たら横浜新横浜直で11分、で普通列車が来たら14分なわけなんですが、まあ、京浜東北線に乗って1回この東神奈川で乗り換えないといけないとかになると乗り換え時間含めてだいたい20分ぐらいの時間がかかってしまうことになります。
さあ映像が切り替わりまして、こっちも横浜駅、横浜駅のこれ横浜市営地下鉄ブルーラインというところに来ています。ブルーラインでも横浜から新横浜まで移動することができます。運賃は250円で、駅を数えると 1,2,3,4,5 駅ほどあります。さっきのあの横浜線の駅数と比べるとちょっと多いようにも見えますが、まあ言ってしまうとこのブルーラインがね相当便利なわけです。まあ横浜からだったら横浜と名の付く横浜線を真っ先に思いつきますが、このブルーライン地下鉄の中では結構珍しい快速列車の運転が行われているわけなんですよ。まあ、この地下ということで快速列車が運転されるっていうことは前を走る各駅停車を追い抜く設備が必要なわけなんですが、地下で待避設備の少ない中運転されているそんな快速列車はここ大体1時間に2本ぐらい運転をされています。それに乗ることができれば横浜からこの赤い部分が快速列車の所要時間なんですが、なんと新横浜までは1駅で行くことができるわけなんですよ。ルート的には横浜から横浜線の方が東側経由で、このブルーラインが西側経由で行くということ、まあ多分長さ的に言うとブルーラインの方が長いかなっていう感じもするんですが、ノンストップなので途中東神奈川駅であの乗り換える等々の途中で乗り換える心配もありませんし、直行で新横浜まで向かうことができるわけなんです。そうやってきたのはまずこれ普通列車なんですが、これ日配行き、これブルーライン結構長い路線網を持ってる割には途中上長谷駅とそれからこの列車の終点日配駅のこの2つの駅でしか待避設備がない、つまりは快速列車が前を走る各駅停車を抜く設備がないわけですよ。なので前を走るこの各駅停車は日配駅まで後ろから迫る快速列車に逃げ切るわけですね。そして快速列車は各駅停車が前後を走る間をぶつからないように走行していかないといけません。さあ快速列車は横浜駅を出発、これ上に路線図が描かれているんですが、まあ、その待避設備が少ない関係で終点と起点に近いこのあざみ野とそれからこっち側湘南台に近い部分はほとんどね快速列車が停車になっていて、で通過するのはこの都心部横浜とか新横浜戸塚この辺りだけになっているわけですね。おそらく列車にもよると思うんですが、まあ、ただ地下区間なのでそんなにスピードが出るっていうわけでもありませんが、まあ、でもこの快速列車に運よく乗れればこの横浜新横浜間乗り換えを考えずにたった8分間で結ぶことができますからね、相当便利なルートとなっているわけです。さああっという間に途中ここ新横浜駅に到着、今東急それから相鉄の直通線の工事が行われている関係で、まあ、多分その関係でこのブルーラインの上天井もなんかいろいろねごちゃごちゃとこれ電子機器というか配線がごちゃついてますけれども、ちょうどこのブルーラインに直角に交わるような形で東急の地下線ができるみたい。一応その地下線はこのブルーラインのホームよりも地下の方もっと深いところに線路が通されるみたい、というかもう通されているのかな、トンネルはできていて今駅がせっせと作られている最中ということになりますね。このブルーラインも港北ニュータウンっていうちょっと横浜の内陸の方にあるニュータウンが建設された当初1960年とか70年ぐらいからある地下鉄なんで相当古い地下鉄になってますよ。さあ新横浜に到着してようやくこれ新幹線に乗れますね。うおうお L700S 最近では本当に見かける機会が増えましたね。あった久しぶりの新幹線、やっぱりね鉄道オタクあるもの新幹線を見るとワクワクする、この気持ちはね少年小学生中学高校そして社会人になった今も変わりません。以前うちのチャンネルでもご紹介しましたが、新横浜はまあとにかく格差がすごい、こっち側ねたくさんのビルがありますけれども、今新幹線が停車をしているこちら側反対側は過疎ってるって言ったらちょっと失礼になりますけれども、でもさっき見せたビルなんかがある方とは比べ物にならないぐらい閑散としているわけですね。新横浜駅も、まあ、元々は横浜がターミナルでしたから東海道新幹線が開業して、まあ、いわば新大阪駅みたいなところですよね。新がついて新しくその都市の横に作られた新幹線駅ということもあって、ここら辺は新幹線駅ができる前までは
結構今よりも閑散としていて開発が進んでいない状況だったみたいですね。ほら向こうの方には木々が生い茂っていて、なんかさっき見た反対側のビル群とは正反対のような景色が広がっているわけです。東海道新幹線もあのコロナが流行り始めた2020年ぐらい、春ぐらいはもう乗車率ガラッガラで、もうびっくりするぐらい空気輸送でしたけれども、また最近はお客さんが戻ってきて何より、横浜から新横浜まで快適に移動できたおかげで、これで心置きなく新幹線の旅を楽しむことができます。皆さんもこの区間使用することがあればぜひ乗り比べてみてください。それではありがとうございました。